マヤカッサンドラ・ストロは、アメリカ合衆国、第44代大統領バラク・オバマのイフ妹で、ある。本名は、マヤ・イングという姓であり、旧姓のストロは、父の姓であり、兄バラクと同じように母とは別姓。マヤは、アンダナムとロロ・ストロとの間で、インドネシアのジャカルタで生まれた。イフ系は、ケニア人留学生、バラク・オバマシニアとの間に生まれたバラク・オバマである。 マヤは、詩人のマヤ・アンジェルーから名付けられた。後に、両親は離婚、父のロロには、イボ帝のユース・フワヒ・ソエトロ、イボ妹のラハ・ユナー・マダ・ソエトロがいたようである。後に、母アンから徹底的に教育を受けたマヤは、1981年から1984年まで、ジャカルタ・インターナショナル学校に通い、ハワイに戻り、ホノルルのプナホースクールに通った。 ニューヨークのバーナード・カレッジを卒業した。彼女は、ニューヨーク大学からは、第二の言語学科と英語の MA 学士、ハワイ大学から、国際比較教育 PHD 学士を授与した。マヤは、名門女子校のラピエトラ・ハワイスクールの、歴史教師であり、また、ハワイ大学の夜間クラスで教弁をとっている。母親及び、その他の家族に関する、自動書。 ラダーツーザ・ムーンを2011年に出版した。2007年5月に、ストロは、兄、バラクの大統領選を手助けすると発表した。さらに彼女は2008年、アメリカ合衆国大統領選挙に参加している。ストロは、インドネシア人の父と、イングランド、アイルランド、チェロキー族の血を引く白人の母との混結児である。彼女の子供たちはさらに、 中国系の血を引いている。マヤは母語の英語以外にスペイン語とインドネシア語に堪能である。2003年に中国系カナダ人のコンラッド・イングと結婚。イングは中国系マレーシア人の移民の両親の下で生まれた。彼はハワイ大学の創造的メディアアカデミーの准教授であり、現在はアメリカ国籍を取得した中国系アメリカ人である。 その影響か、中国系アメリカ人からの支持があった。2005年には、長女スーハイラ、2009年には、次女サビータが誕生した。民主党の大統領候補選挙キャンペーン中にマヤは、オバマは、エリート主義だという批判に反論、バラクと労働者階級の間に断絶があるという、話は、でっち上げです。彼は常に労働者のために、 労働者と共に仕事をしてきました。彼は労働者を支援すると共に、労働者からも学ぼうとしているのですと述べた。ありがとうございます。